津田さんのツイッターをご覧になっている方はおなじみの今週も頑張っちゃう、について、はい、日本と海外のさまざまな方からぜひ生の声で聞きたいおというリクエストがありました。はい、はい、あのそうなんです、津田さんがツイッターで毎週月曜日ですか。そうですね、月曜日につぶやくようにしてて、はい、みんな元気に頑張ろうぜっていう意味も込めて僕も頑張るからっていう、はいはい、それでこうそしたらなんかすごく皆さん喜んでくださったりとかするので、うん、でそれであのネットフリさんと関わるようになったら海外の方とかも、はいはいはい、あじゃあせめて英語もうちょっと乗っけてみようと思って、はい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 、あ最近はちょっと英語もあれですね、はい、Wanna do our best this week、はい、voiced by 津田健次郎とツイートされているとそうなんです、はい、いうことですが、はい、あのただこれ文字ですよね、うん、でも津田さんはその台本に書かれた文字にさまざまなメッセージを載せるお仕事なわけですよね、うん、はい、あの声でこの言葉発されたことないですね。じゃあ今日スペシャル、わおわお、さあ、それでは全世界の皆様、はい、あのお言葉を津田さんから直接いただきたいと思います。お願いします。今週も頑張っちゃう。優しい一言でしたね。そうですよね、あのこう週の初めにあんまりこう色っぽく迫られてもちょっと違いますし確かに、ね、そうですね、めちゃめちゃ恥ずかしいですね。恥ずかしいですかこれ。なんかすっごい恥ずかしいですね。いつもやってることなんですけどね、ツイッターでは。いやでもなんか素の津田さんのお茶目な感じが伝わってきますね。、はい、ルシウスは割といつも本当にずっと真面目な人ですね。真面目ですね。ですよね、はいはいはい、その面白さにあふれている。あの風呂入ってるのにあの顔ですもんね。まあ、自分の仕事場ですからね。仕事場ですから ね研究しなきゃ、はい、盗んで帰らなきゃってきっと思ってるところだと思うんですが、はいはい、どうなんでしょう、ルシウスを演じる時のお気持ちってどうなるんですかね、うん、やっぱきちっと、とにかくきちっとした人なので、はい、きちっとしなきゃっていうのはすごく大事にした部分かもしれないですね。もうとにかく真面目っていう、眉間には割と力が、はい、しわ寄ってますね、入るぐーっと、はい、今ルシウス顔なんですね。ルシウス顔です。ちょっと立つにも見えますね。立つはこうです。そう、あ、斜めになるんだ。立つだとです、ね、あ、ジョニーだとどうなんですか。あー、ちょっと反る感じになる。そうですね。あ、でも津田さん本当に3キャラクターとも実写でもやっていただいて、はい、まあ、ある意味ね、タツはやっていただいてるような感じ、はい、そうですね、いたしますけど。津田健次郎さんです。津田さんとリラックマが並ぶとなんだかギャップがやっぱりすごいですね。はい、作品とともにお届けいたしました。これからのリラックマも最後までありがとね。いいですね、リラックマ、とっても腕が表情豊かなんですね。